はい、お疲れ様です。久々に手柳氏来たな。久しぶりですね。久々に来たら捕まっちゃったよ、また今日、昼間も撮影来てたの？昼間も撮影来たんですよ。誰が？いきなり。いきなり来て。ちゃんと喋っとったこいつら。え？ちゃんと疲れた？喋っとったんですよ、ちゃんと。何撮った？はい。何撮った？はい。何撮った？あ、あれです。復刻版女子。塗装女子みたいな。あー、リリーちゃんと一緒に撮りに行ったの？そうです。あ、そうです。まあ今日さ、ちょっと真面目な話なんだけど、はい。まあ、実際じゃあお前は給料いくらか知らんけどさ、はい。いくらもらってん？私も言えないです。なんで言え？嫌です。社長だよ。後で個別で。おい、ジョルネロ。こそっと。おい、ジョルネロ。こそっと言います、後で。ジョルネロやばいよ、ゾロカホ。いやいや、もらえて喋ってるよ、これな。やばっ。すごい。まあでも30万ないでしょ、2人とも。ぶっちゃけ。ないです、ないです。ないでしょ。ないです。その総額でな。はい。でも、手柳氏がいくらぐらい稼いでるかって気にならん。めちゃくちゃ気になります。気になるだろう、一人親方。はい。まあ、噂には聞いてるだろう、結構一人親方で稼いでんじゃねえかっていう噂は。で、視聴者の皆さんにもちょっと言うと、まあ、うちってあの個人あの 100% 自社施工と歌ってるんですけど、はい、自社施工って言ってもうちはもう一人親方に責任施工なんだよな。そう、責任施工、うん、で、ただもう寺岸なんかは一回、まあ、日給月給の社員にもらってたよな。一回な、社会保険つけたいもんでって奥さんとか絡みで、はい。で、まあ、まあ社員って言ってもみんないっぱいおるので、はい、その人の世話ができるもんね。ほら、もう本当自分の仕事がしたいだけみたいな感じ。いやいやいや、まあ、またあの時は6人か7人だったの。結構おったんですよね。で、結構あの地震からやつばっかだったもんで、自分のやり方を曲げんやつばっかだったもんで、まあ、そうやってね、やっぱ社員になるとみんなやっぱ10時3時ピシッと休憩して、昼ピシッと休憩して、だから俺個人の一人親方ってまあ社員からしたら塗装職人さんいいなって思うかもしれないけど、やっぱ現場行くとやっとるもんな。やってますね。1日削るかどうかの戦いじゃん。そう本当にな。で、決してうちはそのまあ一般のお客さんも聞いとるんであれかもしれないですけど、単価がいいか悪いかじゃ俺は厳しいと思う、うちの単価。その代わり毎日絶対仕事があって、工程もうちが全部決めてくれるから、うん、決めてくる。で、少々遅れても甘やかされとるよな、お前なんかな。お前でもちょっとあれは良くないぞ。よくないぞ。工程で次のお客さんおるもんで、だけど、まあ、そこは全部うちは営業がやるよな、はい。それだって協力会社だったら、まあ、だって編集の下請け会社だったら、はい、仕事を振られたらそれまでに徹夜でもやらないかもしれない、はい。で、次の動き間に合わなかったらもうクビじゃん、はい。クビっていうか、まあ、違う外注に振られちゃう。そうですね。うん、まあ、塗り替え道場っていうのは、まあ、ある程度一人親方の人が20人がおる、はい。実際にこいつが、まあ、いくら稼いでるかっていうのだけじゃなくて、塗装職人さんたちにもちょっと聞いてほしいのは、今年から実習生を連れてっとんだよね。ああ、連れてますね。うん、で、やっぱ1人と2人ってそのだって実習生の分の給料は払わなかったな、お前は。ああ、払わなかったですよ。そういうことやな。払わなかったですよね。実際には一人でやってる時と、まあ、実習生二人でやってる時どれぐらい違うのかね。いや、やっぱり一人は何やっても一人なんで、うん、所詮は二、うん、人だとやっぱ効率がいいですね。あ、だ断然違うですね、二人で。かっこいいな、それじゃ二人だと。ちなみに一人だったら月どれぐらい稼いだったの、平均年間でいうと。これはないですね。1000万はないです。100万。いや、1000万はないです。1000万だと月80万ぐらいかはないですね。あ、一人だと毎回その80とか稼げるわけじゃないんで、一人だとどれぐらい、60、70、でも900万ぐらいある。800か900ぐらいの間で多分止まると思う。編集の世界で、まあ、800万900万稼ごうと思うと、もう多分ハリウッドの編集とかじゃないですか。いや、そんなことないでしょ。ああ、スタッフでな。はい。独立したら結構稼いでる人も多いだろう。まあ、今動画編集なんかけど、で10万の仕事を10本やったら100万だろ。はい、結構あるんじゃない。ああ、確かに。だって経費がかかるな。でもめちゃくちゃかかりますね。あ、まあ個人事業者その分の責任施工だしな。まあその責任だもんね、うん、責任を負わなきゃ。まあ、まあ、800万900万として一人で、あ、ただまあ車代、まあその辺は全部自分で出さなきゃ。養生だよな。あと道具派遣、ローラーで、うちは何、シンナーも全部支給だな。全部支給なんですよ。へえ。横流しないだろ。いや、ないですね。いろいろ言ったけど、ないです。下塗り材も、まあ、もちろんね、まあ、もちろんうちはその協力業者とはいえ、まあね、100% 自社施工っていうのは、まあ、こだわっとるっていうのは、まあ、材料で変にケチられたくないし、変なもの使ってほしくないし、なんか薄めたもの使ってほしくないし、だってもちろんその
もう常駐じゃないとやれんぐらいだな、まあ、一部ちょっとまあ大きい物件とかでポーンって頼んで今回だけ頼んだと、うん、でまあずっと何回も頼んどるけど毎日うちの仕事以外のこともやってる人もおるけど、まあ、基本的にはうちのおる塗装の職人さんはうちの仕事だけやってるだけほとんどそうです、うん、だからまあ値段が厳しいのか、まあ、みんな厳しくないって言ってくれる人もおるしまあまあちょっともうちょっとっていう人もおるしまあまあまあ大変だよ大変だと思うよ、まあ、実際営業も大変だしね、はい、うちはまあまあしっかりやってくれとお客さんに喜ぶちゃんとした仕事やってくれでもこの金額だよっていうとこだよねそれがまあ言い悪いはもう個人の差もあるし俺はまあそう俺はそういうこと言うつもりもないけど、まあ、俺はまあきちっとした適正な金を払ってると思ってるの、うん、でまあ安いっていうのはまあ抜けてきゃいいんじゃないっていつも言うし別に、まあ、要するに仕事あるなら行きゃいいと思うよってでうちはまあ毎日続くし、まあ、雨の引きが困るけどな梅雨の時期だからな、うん、でまあやっぱり900万だとまあ、でも養生代とかどれくらい引かれるのめっちゃけ養生代ですかまあ、わりかしそんながっつり感じなんですよ、うん、年間通したらあ年間通したら、まあ何十万単位でしょうねあガソリンまで払うんだよなあガソリンも入れたらもう結構な額結構かかるよな結構な額になるまあ、そうだよな経費はそろそろ乗っちゃうんでうん、まあ俺そういう中で、まあ塗装の職人ってまあ俺夢があると思うんだけど実際にその何実習生をまあ使ってでまあ、じゃあ800万900万、まあ、道具代がまあ 100万ぐらいかな、まあ、いろんなものの経費が100万か200万か知らんけどでその中でじゃあ今度もう一人使った、うん、でどうなの3ヶ月どういうですか稼ぎはあ稼ぎ、うん、やっぱ違うですねいいのいいですね、まあ、やっぱ回せる、その分そうやらせないかんぞやらせないかんぞ4月2月やらないとったやないか4月2月はうんまあ、3月ぐらいがいいんじゃない3月ぐらいからあやっぱこれも優しいもんで、はい、最初はやっぱ優しいじゃん、はい、最初はなんか自治でまあまあ程よくやってたんだろ程よく普通にやっとったんですね10時30分ピッて休憩してあ休憩して自治でもピッともうパッパッと帰ろうぜって言って、うん、なかなか1月2月は結構苦しかったのねもうこいつもなんかもう使いたくないなみたいなこと言ってたのへえそうなんだきついなーってあれ物件入れられたんですん物件あ物件に物件あの普通の物件をずっともらっとれば別にそんなことないですけど、うんうん、あハマる物件にハマったんだハマる物件も誰もやらん物件を手つけちゃったって誰もやらないだろお前おるでな本人本人おるでなだからまあ大変だったことだろ物件めちゃくちゃ大変でしたねもうちょっと細かくて、まあ、もちろん見積もりで、まあ、大変な物件っていうのはまあ、視聴者の皆さんはさ勘違いしてほしくないけどうちはまあみんな同じ金額じゃないしパックじゃないからアドバイザーが一軒一軒きちっと見積もりするから、まあ、ここはちょっと人気いますよって下地の状態まで見てほんでうちはもう日本もほとんどやらないからまあ、できたら断ってもいいよって言ってるから頼まれてもなああそうですかでやれるなと思えばやれいいけどでも体あんまり取られすぎて塗装の物件ねアドバイザーだって15件とか20件やるでしょ、はい、月に。はい、感じだからまあ大変だから見積もりして、まあ、予算が出て、うん、でそれがもう全然合わなかった全然合わんすよ全然合わんすよまあ多少だったらまあまあいいかってなるんですけど、うん、もうそんなレベルじゃないですよ、ねうん、なんで何が悪かったの見積もり段階がもう多分原価しか見てない原価だけだったら多分できるんですよ原価だけってどういうことそのかかる費用だけうんうんうん、材料代だけとか材料代と入った手間代だけです、うん、でそれでいいじゃんでそれでもらえないんですけどもうその代わりもう会社のあれ一切ないですよ直接やるみたいな感じですよあそんな原価そんなにその時に会社に入れるあの利益っていうのは、ま、それはなんで見積もりした時点で間違っとったのじゃないですかねもう見積もりした時点で間違っとったの、まず原価しか見てなくてそれをきついだ見積もりが甘かったのあめと甘いですねそれは何あの予測が甘かったのか現場入ったら実際めちゃくちゃ、まあ、職人が見れば分かるかな一発でまあ見れば分かるでアドバイザーが見てもちょっとこれは難しいぞってやつなんだあそうそうそうああこういうのがあるなんか手すりもなんか言っとったな、うん、手すりそうだねあのタイプは初めてですね今までどんな手すりだった手すりっつってもあの普通のこういう手すりじゃないですよ、うん、斜めなんですよ、うん、意味分からんだろ階段じゃないですか横にあって、はい、こう斜めにボコーンっていっとんだいくつも、うん全然イメージができてる。あの泥棒入れんように尖っとんだ先が。手すりあの手すりが。手すりが。あやだ。意味ない。横はアングルが走っとるんですけど、その上に斜めに来とるんです。アングルの上に。縦地があって手すりがついてるじゃん。まあ、2本で手すり棒は何本ついてるの？あの
縦はないんですよ。縦の手すりはないんですよ、1個も。縦の棒がないの？どうやって手すりの棒はどうやって口に打てる？あのコンクリートに埋めて、そこから斜めに出とるんですよ。難しいです。んそこれ初めて見たわけ。まあ、棒だけが手すりみたいなと思う、全部。そう、これあ、ダーって棒がいっぱい出とるの？ダーって出とるんですよ。一本一本、一本一本何十本、何本でのそれが T の字になっとるんですよ。だからこっちから吐き入れて、またこっちも吐き入れんと一本。あ、写真ないの？写真ないですね、写真は。あ、そういうことか。そこだけでどれがかかった？それはサビ止め入れるだけで、うん、あの3人かと3日、1人で3日、1人で3日。それは大変だわ。あ、ほんで1月、2月だったっけ？2月の途中から入って、あ、そうだな、3月の後半になるので。で3月はどうだったの実際？3月はもう普通でしたもん。本当普通の現場来たもんで、うん、あら来てで4月はどうなの？予測は？予測はいいですね。4月はどれぐらい行くの？ぶっちゃけなんか物で言うと何がある？何かわかんない。車で行ったら、中古の車で行ったら何年式の何が買える？4年落ちの日産ぐらいです。日産なんでもあるかよお前。センチュリーも日産だから。日産安めですもんね。日産安めです。安めって言ってだけど、まあでもそんだけそんな変わらん。いや、残りが、手残りが、手残りですよ。あ、払って払っちゃう。あ、じゃあ売り上げで言ったら持ったんの？持ったんです。へぇ、すごい。もう一現場ぐらいは多いですね。一現場分が大体実習生で消えるっていう感じですね。あー、そうなんだ。まあでもそうだよな、一物件だって一人でやってこいって言ったらそんなかかるもんな。なるほど。私も職人やろうかってこんなカメラ持ってる場合じゃねえや、安月給でって。前はまあまあ経費だなんだって引くとどれぐらいになるの？70円とか残るぐらいじゃないですかね。まあそれぐらいもらってもいいよな、何十年職人やってまた。何人使ったの？100人とか使ったうちのトップクラスだでな、ベスト10入りだでな、余裕で。です、ね、うちの二階堂上でお前何位だと思ってんの？この、まあ、まあ、常時40人、50人動いてるから。50人動いてるから、まあ、40人、まあ、そこまで動いてないかな、3、40人は動いてる、塗装だけでな。結構動いてますね。うん、で、その中で、お前は自分の中でベスト何位ぐらいだった？あ、ベストか、気になりますね。気になるぞ。あいつには俺絶対勝てんなーって。そうなの？ああ、そんなやつはいねえんだよ。そんなやつはいねえ。ベストないやん、自分の中でも。じゃあ1位、それは合格のやつは、おんのこいつは俺と合格だみたいなやつは。合格みたいなやついっぱいおると思うんですよ。誰？レジェンド系は多分合格じゃないですよ。これは言うからにはもう自分が一番だね。ミドル店でも結構いい職人多いしな。そうですね、ミドル店。あ、誰が？ミドル店そうか。今でもそれぐらいか。本社で言うと、でもイタリアのところとかもおるし、あと本社、まこっちゃんのところだろう、はい、あと誰が、鈴木さん、浜野さん、はい、で春日井があんまり俺も知らんだわ、春日井店職人さんは。でもそうだよな、はい、知らんのだわって視聴者、お客さん怒るかもしれないけど、まあいいでしょうね。もう言われるけど、全部把握してねえよ現場って言われたこともあるけど、お前だったら把握できんだろって。毎日俺日曜日しかやすまん、その日曜日の撮影がお前ら家来て。お前朝なあ7時とかもあるしな、現場行くでってな。そうですね、はい、で11時前って遊んどるように思っとるだろお前ら。そうか、でも稼いどんな。でもまあ、まあ変な取られ方してほしくないけど、まあそうやっていい職人さんたちがおって、逆にこの値段も切ってったら予想いくわな。ああ、まあ予想あればですけどね。で安い単価、じゃ値段下げていい？値段15万円下げていい？いや下げてくる。じゃあ雑な仕事やって緩いとこがいっぱいあるじゃん。まあそういうのに値段下がっとるとこね、うちより安いとこ、今もちろん知っとるし、俺もその情報はめちゃくちゃ知れとるし、まあでも俺も、まあ、値段だけでもないしな、関係があるで、マネリカルジョンの仕事一生懸命やってくれよっていう思ってる人もいっぱいおるんで、あれなんですけど、まあ、じゃあ手上げしも、お前あの求人道場出しゃいいじゃん、掲載出しゃいいじゃん。あれ、はい、何笑ってんの？いや、あれ、あの今日言ったのが面白かったですね。今日はあの手上げさんに、うん、あのその宣伝してもらったんですよ。うんうん、すごい面白かった。ちょっと一回宣伝しちゃう。めちゃくちゃ面白かったです。俺の前で同じことやれるんだったらいいんだけど。マジ？マジ？マジ？俺の前で同じこと。あ？マジ？これマジ？はい。やってよ。求人どうしよう？
お客さんと俺をつなぐ求人道場っていう。何が面白かった何が起きたの何が起きたこれ怒ってるじゃん俺が一生懸命やってることないそれバカにするんだお前それを横からあそうですねそうだもんなあいつあいつめちゃくちゃ面白かっためちゃくちゃ面白かっためちゃくちゃ嘘じゃんだから求人は赤い塗装とそうだね赤い塗装とお客さんをつなぐのはそうだなお前らがあでもお前らも乗せてみんだよ別にでも乗せるならもううちの仕事はできるよなうちはもう専属だからそうですねそれはしょうがないよねそういう約束の元でやってるまあでも、まあ、本当に一人館とかも乗せれるでも本当にこれ面白い本当に400社ぐらい集まってるから毎日3件4件来てるからメール俺のところはメールが来るんだわ、はい、登録はで求人道場マッチングじゃなくて求人の方も、はい何百社600社かなんか超えたとか言ったかな600社700なんか超えたって言ったんで、ぜひそちらの方も登録もお願いします、はい、お願いしますそれではみんなでせーのチャンネル登録、うん、お前撮り直したのこれ全部撮り直しはいまた見てないかと思います YouTube 遊びちゃうよはいちゃうよはいうわはいいいわせーのチャンネル登録といいねよろしくお願いしますまっ、見てね Yeah.